タイルズシャツ2号っす。はい、今日はですね、全員集合宴会が始まってますんで、今日はですね、40、39の79ですね。はい、幸男さんですね。で、大月さんです。はい、で、これはドライバーの方ですね。はい、では赤坂さんで、これが坊やです。はい、ということで、これ以上無理が下げ下げですね。下げ下げなんですね。伝票出てるのか、伝票浜出城、あれがすげえ JP7、 これなんか JP7 の話になってます。これ、海の儲けて、桃鉄、あんまり目立った儲けをすると後に絞られちゃうから、地味に儲けるんですか。あれ、会社に来てよ。26万。ゆうべ福田が言ってたけど、26日は土曜日まで、で土曜日で球体も終わりだって。球体も終わり、球体が終わりだから、あの23日で終わり、23で終わりだよ。パッケージも23で終わり。あ、23で終わり。球体が26で終わりだから、次の休みの時、12月に入るんだけど、そこからはほら、前日詰めと当日詰めで、どうな中箱は2種類に分けて、伝票もほら書き方があるから。あ、そっかそっか、そうだ、下も空いてるから、そうそう、下も、だからそれをやってくれってわけで、入隊するね。え、もういいじゃねえ、私も何回やるか。そうですね、一番何回も乗ったって言うからさ。今回初めてのだって、10時が始まったから、今年の春から始まったから、入隊行ってきたか、あんまりごたごた来んねん、4年乗ってみんなやって、あの、悪いんだけど乾杯言ってたから、初めてあれだけど、みんな契約なんだから、言われた間は全部お付き合いして、俺は辞めたはなしでやってくんなくちゃダメだよって言ったんだ。やっぱしょうがないね、これ言わなくちゃ。俺は辞めたってんで、最初は7月の10日頃までやれって言って、そしたらなんで6月の15日後には俺はダメだ、ダメだってみんな言っちゃったんだ。ああ、そっか。で、渡辺の子は、しょうがない、7月のとこまで頑張るかってみんなで言ってて、美濃英が言うんじゃってんで、それでやってたもんね。今年も、あれでも小田さんあたりがだいぶ量が切れねーってぼやいてましたけど、うん、だから切れる切れねーじゃなくて、やっぱり10時でもう向こうのバイアノももう予定して入れてて、何月までっていうと、ほら、棚とかあれ、売り先までみんな確定してるわけさ。はい、要するにスーパーの棚は、もうこのケースが必ず、例えば今月だったら26日まで行きますからねってんで、開けとくわけだね。それ俺はやっぱダメだって、これ引っ込めちゃったらダメだってさ、みんな。だから今年ぐらいでは、そう、ほら、今回見たくは、だいたい例年通りだなと、休みで終わったから例年通りだなと、そっか、これがある、最後だから、これは言ってきた。そうですよね、やっぱり麦屋が多いから、どうしても麦の方に向かいたくなっちゃうと、ほら、ね、どうした、なんで細く麦やってねって言われたら、やってねえよ、俺は逆に言われちゃって。いや、私は飲み会でやるくらいだって、そんな会って言ったら、別にそんな、まあ、話しなくてもいいかなと思ってて、だから昨日は現地研修会やって、夜は小浜先のところでみんなで集まっていっぱいやって、おー、して静岡と販売、あとは俺と中村も呼ばれて、コンパニオン入れてやったね。恩田君とかもそうですか。うん、昨日は遊び地が良かったんで、せがれ来た、昨日は。ああ、はい、せがれの方が、せがれさんが顔がそっくりですよね。あ、おめえ100均だから、渡瀬代表だから企画だって、おめえ渡瀬の役員だで。そうです、じゃあ鉄美さんと、相談してフィリピンでダメだな。あ、でもどうなんだろう、中国時期的にはお願いします。時期的にはどのぐらいがいいですかね。もういいけど、まあ26日、今度25日全員集まるから、その時に相談してみれば、来週の金曜日ほら、つかさでやるで。
みんななんかやってるんだけど、渡らせはどうでやんなくていいんかい。来年の金が入った2月とかさ。あどうした、復活した、まだだ。復活しました、はい、復活しました、やっと今日。顔見てね、全然風だなんだか分かんねえって言ってましたけど、何が原因が分かんねえ。誰がこっちは全然持ってこない、パートさんがずっと持ってきてから、どうしたんすよ、何かお腹が下ってる。あ、下ったんですか。なんか O157 とかそういうやつなんですよ。何も食っちゃったんじゃないですか。飲みすぎですか。昼間から飲みすぎ。だって毎日お昼は酒飲んで午後は寝てるんだもんでさ、昼飯食い上げてパンパン飯食い、それバッチリ、うん、レーシオ必ず2本から3本って決めて、それだけは飲んで飯食ってくるんだもんさ。で帰ってきて2時過ぎに家に着いて、あーって寝て、またカーテン閉めるから、ね、カーテンも閉まんねえから、コンテナ運んでくれる。あとそうだ、朝撮りのあのビデオかなんか作ろうかと思うんですけど、うん、朝撮りので、あの、で僕がここから あちこちポップ並べるから、アップルマンガの方も悪いけど用語があったら用意するから言ってなんて。あ、はい、うん、だいぶもう前から話してて、うん、あとはこの運転手と一緒についてってお客さんが買うところまで撮影するって。それは悪いんだ。あ、それは悪いんですか、うん、それはダメ、昔からね。それは危険なんだ。わかりました。じゃあお願いします。大月さんの発案で。発案で、はい。渡らせ式も飲み会を。赤木が出て。赤木が出て。みんなよ、毎年やってるんだってよ。去年。朝取りのメンバーだけで。ああ、そこに今回。そうそう、会長とか副会長。今回は中止が始まったんで、初めてアップルランドを呼ぶから、アップルランドを呼ぶんじゃ朝取りの会長と副会長も来てくるなってことで、うん、なかなか前から呼ばれてただけだったけどさ、へ、うん、そうだ、盛り上げていかないと。石崎のか、十字石崎社のか、違う違う、中野、中野から中止松本のが、今あれ石崎にあるのなんだっけ、え、な、長野の支社がある、あるん、うん、知らない、伊勢崎、うん、だって松本から来たよ、昨日は。あ、そう、うん、去年来た場合やな、連合の中なんじゃん、分かんないけど、うん、それで、で、ゆうべはあの宮古ホテル泊まって、うん、宮古ホテルまで送ってって、うん、タクシーで、じゃあ俺うち来るからって思って、うん、降りて、で、やつは車を置いて、ゆうべ泊まって、それでまた今日帰る、うん、あ、やっぱ泊まりですよね、うん、そう、さすがに。そうだよな、だって宮古しっかりじゃ全量、全量だから行ってる、全量だから、うん、で普通のも全部で9件やってるの、十字しか、ああ9件、あ、ぜだから3パレベルできるから、朝取りが全員なんですよね。おお、自社には 何台かこっち関東群馬県に来てますから3台来てるから。おお、はい、はい、お開きです。自由解散です、はい、ということで、本日も一日頑張りましょう。はい、最初はピヨピヨじゃんけんパー、じゃまた、長かったな、ちょっとあの大先輩方なんで、ちょっと僕からは何もあまり言えなかったんですけど、そんな感じで、今日もですね、っていうかですね、この軽トラックの総工客エリアですね、どこ102,456、僕これを買ってからですね、もう3,000キロぐらい乗ってますね、はい、ってことです。皆さん、ハッピーディレイ、ありがとうございます。はい。じゃ、また。